病気になりやすい犬の特徴、健康的になるためのコツ。遺伝性疾患の後発犬種。古くから犬種標準を忠実に守るためとか、より良い犬種を生み出すためにブリーディングを行ってきた歴史があるねん。その結果、犬種によっては遺伝的に発症しやすい疾患を抱えてることがあるねん。例えばパグやフレンチブルドッグとかの単頭種で発症する単頭式動症候群、ビーグルでの骨形成不全、トイプードルでの室外骨脱臼や進行性網膜萎縮症はその典型例やねん。これらは遺伝的、先天的な要素がめっちゃ強いから、生活習慣にどんなに気をつけてても発症しやすくなってしまうねん。遺伝性疾患の発症を予防することは難しいねん。といっても、まずは愛犬の犬種が抱えてる発症リスクを知っておくことが重要やねんで。発症リスクを知ってたら、サプリメントや療法食で疾患予防につながる栄養素を補ったり、普段の暮らしの中であまりさせない方が良い動きを抑制することも可能やねん。また万が一、発症してしまった場合でも、うろたえずに適切な治療を受けさせることもできるようになるから、愛犬の犬種特有の疾患も知っておくことも大切なんやで。シニア犬。加齢で病気にかかりやすくなるのは、すべての動物に共通する自然の摂理やんな。年を取ると筋肉量が減って、体温も下がり、それによって免疫力や抵抗力も低下していくねん。加えて内臓の機能も低下していくから、若かった頃には何でもなかったことが思わぬ健康トラブルに発展してしまうんやで。シニア犬が病気にかかると、その程度によっては命に関わることも珍しくないから十分に注意が必要やねんで。若い子でも年に一度は念のために健康診断を受けさせてるっていう家庭は多いねん。病気のリスクが高まるシニア期に入ってきたら、健康診断の頻度を年に一度から回数を増やしてあげるべきやねん。そうすることで病気の早期発見、治療につながるねん。また免疫力や筋力が低下したシニア犬の体に負担がかからへんような環境づくりも大切やねんで。適切な気温、湿度管理に気を配ったり、足腰に負担がかかるような滑りをなくしたり、静かにのんびり過ごせる環境を整えてあげてな。肥満傾向の犬。肥満が万病のもとなのは、人間も犬も同じやで、肥満っていうのは、それだけで健康上の重大リスクになり得ることやねん。余分な脂肪がつくことで、体が重くなって足腰に大きな負担がかかって、関節炎などの骨関節のトラブルを招きやすくなるねん。その結果、体を動かすことが億劫になって、運動量が減ってさらに肥満が加速していくっていう負のループに陥ってしまうこともあるねん。また、負担がかかるのは足腰だけじゃないねん。内臓脂肪がつくことで内臓への負担も大きくなって、機能低下による内臓疾患の発症リスクが高まってしまうんやで。まとめ。遺伝性疾患の後発犬種、シニア犬、肥満傾向の犬。愛犬のなりやすい疾患を理解して、備えと予防をすることが飼い主の役目やで。